前町にある南越前ダイビングパーク。ここでダイビングインストラクターとして働く友清里美さんは、海の魅力に取りつかれた一人。海の中にいる生物であったり、海の中に入ってくる太陽の光の多さとかも違いますし、毎回こう違うというか、ダイビングって聞くとこう南の海で潜って熱帯魚がいてとか想像する方が多いと思うんですけど、この福井の海もたくさんのいろんな生物たちがいて、可愛い生物たちに会えるのが、まあ、この海の魅力かなと思います。年間200本以上海に潜る里美さん、ダイバーだからこそ気づくことがあります。まあ、水中とか、まあ、ゴミが結構落ちていて、普通に生活してる分には多分海の中って見る機会は全くないので、そういうことを、まあ、伝えていけたらなんかいいのかなと思います。海の中と外を自由に行き来する里美さん、そんな彼女にとって海とは、とてもまあ身近な存在で、なんか自分にとってこう帰る場所っていうような、海の中では多分年を重ねてもすごい自由に動くことができますので、まあできれば生涯潜り続けたいなと思います。